11条の裏の11条の左から3行目領承達氏の態度領承達氏の代道すでに活発するに古くよりの同主あり大将は庄司を真に任す庄司を真に任す庄司を道に任す庄司を庄司に任すこの終始現るる古今の時にあらずといえども行物の意義骨に通して行人するなり同感として生じ新人の終始速やかに弁行するなり行人明人これ合意の意にあらず名刀任営に大事なり絵行変章に一如なりその名状有名の名は行物に未臨なりこれ行主に一任せりこの任人の道理すべからく真を参求すべきなりその参求のごつには万回これ真の明白なり三外ただ真の大客なりと知牛し得主すこの知牛得主さらに万方なりといえども自己の家境を行主せり当人の格形を弁ぜなりしかあれば苦中主足し権下愚行する才造老六それ破城に余れる破城あり宝行に余れる宝行ありその工夫はいかなるかこれ小いかなるかこれ死いかなるかこれ真人いかなるかこれ与奪いかなるかこれ任意それ同門出入の双方なるか一弱落罪の増進露覚なるか大旅逃げなるか老子日なるか一家明珠なるか一大増強なるか一条主上なるか一枚面目なるか30年後なるか一年晩年なるか司祭に献天し献天を司祭にすべし献天の司祭に与えて万言文章万に見識さらに社門一石言の解明なるに不是目前法なり不是目前理なり洋洋の破言あり春木ありこれ行物の意義の残になり秘物剣にあらず不剣物なり縁起の無償無差にあらず本性発祥にあらず重方位にあらず本ぬ善にあらず女性を絶するのみにあらずただ意義行物なるのみなりしかあればすなわち違法維新の消息よく真に任す脱生脱死の意義しばらく仏に一任せりゆえに同主あり万法由維新三外由維新さらに向上に道徳するに由維新の道徳ありいわゆる障壁がらくなり由維新にあらざるがゆえに障壁がらくにあらずこれ行物の意義なる任心任望維新違法維新の道理なりさらに資格本学等の所有にあらず言わんや下道二条三言十章の所有ならんやこの意義ただこれ面々の増えなり前々の増えなりたとえかっぱっぱっちも上々二位なり一条鉄か両刀どうか一条鉄は長短にあらず両刀どうは自他にあらずこの天地陶器の力工夫を売るに異縁万法なり原稿一斉なり修法をさえざる巧妙あり創道仏前畜三門さらに修法にあらざる巧妙あり
総動仏前畜三門なり、さらに十方通の眼あり、大地全宗の眼あり、真の前あり真の後ろあり、格のごとくの厳に入り絶真に巧妙苦毒の熾烈なるゆえに、府中を保任せる三世諸仏あり、客中を陶器せる犬百個あり、この蔽あり、この厳勢あるは、法の行物を解き、法の行物を許すなり。まさかね。またその初めての方もいらっしゃると思うんで、今までの話の大体を申し上げておきますと、そのこの行物意義っていうのね、まず読み下せば仏意義を行ずると、そう、まあそうか、意義則仏法、作法則修士って言うけれど、結局の話、お行儀よくしてですね、そして重々しい行動をして、みんなにさすがって感心されるような行動をすることが、その仏意義を行ずることなんかと、まあそう決め込んで読む人もいるわけですよ。実際に行仏意義の巻の聖母現像の話のあれちょっと覗いてみると、だいたいそんなくらいのつもりでもって読み始めてるものだけどね、この巻にはどこにもそんなことは書いていない。で、だいたいね、この聖母現像のっていう本はどの巻もそうですがね、普通我々言葉を使うっていうのはね、いつでもね、他との兼ね合い、あるいは物の比較だけで言葉を使ってるわけね。だから例えば飲みは小さい、クジラは大きいっていうのは、いかにも飲みは小さいもんに決まってると思ってるじゃない。だから、まあ、クジラは大きいっても決まってるように普通にも思い込んでるわけですね。大きい小さいっていうのがあると思ってるもの。ところがこれ私毎度言うけれど、の大きい小さいっていうものが全くないんだ。の比較すればこそ、それは飲みとクジラと比較すればそれは飲みの方が小さくてクジラは大きいと思うけれど、クジラと地球と比べりゃクジラはどうせ小さいに違いない。じゃあ地球は大きいのかっていうと、宇宙、銀河系宇宙に比べりゃ小さいんだし、宇宙空間に比べりゃ銀河系宇宙も小さいんだしっていうね。じゃあ宇宙空間っていうのは大きいのかっていうと、そんなことを考えるのは人間の頭なんだし、そうすると人間の頭だけが一番大きいのかっていうと、これやっぱりこれだけのもんでしかないんだし、そうするとですね、どれが大きいか小さいかってね、大きい小さい一つだってわからないっていうこと。いわんやね、大きい小さい、いい悪いっていうのは、いい悪いって言って、それはいいに決まってる、悪いに決まってるって言うけれど、そういういい悪いがまたこれ決まっていないんだ。それでね、そういう普通に使ってる世間の言葉はね、みんなそういう比較の問題、あるいは他との兼ね合いの話だけで分かったように、いかにも分かったように言葉使ってるんですよ。ところがそういう言葉をね、今聖母現像ではいちいち取り上げて、そしてそういうものが本当にあるのか、全くない。それで結局の話、そういう言葉の本当の意味はどういうことでなければならないかっていうね、そういう話にみんな読み替えてんだ、道元禅師は。この聖母現像の話はね、だから常識の話じゃないんです。で、全て読み替えてある。それでね、要するに普通使ってる言葉はみんな中途半端だ。その中途半端に対して道元禅師のあれは仏法としてっていうね、仏法としてっていうことはどういうことかっていうと、もう絶対的なっていう意味です。絶対的な、
その他との兼ね合い、物の比較じゃない。そして絶対的に結局それはどういうことかっていう、それが仏法の話です。それでそういうのをね、いちいち普通に使ってる言葉を取り上げて仏法としてはこうだぞっていうのをね言われることによって、道元禅師はあたかもだ、あの子供にね噛んで含めるように、そのものの見方ね、本当のものの見方を教えられてるわけですよ。だからこれは本当はね、臨済宗でいや公案だ、公案っていうのをねあれしてもう調べてこいって言って一生懸命調べさせて、本当にその、くしに仏性ありやなしやって言って、ちょっとありませんって言うと、あるなしの問題じゃないって言って、いっぺんにあのおしけさんにやられるわ。それそれどんな日だ。おいで、そんなね普通はあるなしなんていうのはあるもんだと思ってるもん、ところがあるなしなんていうのはないっていうのがこれ仏法の話です。それでそういうのを根本的にあの物の見方をね、正法眼蔵をこまごまと言って聞かせることによって、噛んで含めるように、ね、我々に説かれてるわけですね。それを我々参求することによって仏法的物の見方っていうのがだんだん身についてくるわけだから、まあ、そういうつもりで読んでいかなきゃな。で今早話行仏意義って言って、仏っていう言葉一つ取り上げてみてね皆さん仏って、仏さんって言うと何かあのお釈迦さんとか阿弥陀さんとかっていう他人考えてるじゃないですか、事実ね。これが中途半端だもの。あのそんなね他人の話言ってみたって、その仏法の話にならないんだ。それでその結局自分と変わりのない向こう側の他人を考えて、あのお釈迦牟尼如来とか阿弥陀如来とかって言って、それでその他人の話してみても全く仏法の話にならない。で結局ね、これ結局の話あれですね、この行仏意義の巻の一番初っ端見てください。諸仏必ず意義を行足す、これ行仏なりってある。つまりね、その諸仏って何かって、諸仏って言ってあの自分を放り出しておいて他人考えてちゃ全くあの話が違うんだ。そうでない、なんだ、必ず意義を行足する。結局の話ね、その仏の実物をするってことです。仏とは仏の実物をするっていうことだね。でほら、仏の実物するのが仏であるに決まってるわ。これもう間違いのないところ。で結局仏の実物するってどういうのか、我々みんなね生命の実物生きてるんだね。この生命の実物生きてる、この生命の実物を本当に充実充足して生きるという、これが仏なんです。それが諸仏だ。でこの場合ね、行足っていうといかにも、ああ行でもってあの充足するっていうことだな。そうするとその不足してる時は不合格だなの行が充足して初めて合格なんだなって、また今度合格不合格の話持ってくじゃない。それがまた違う。そういうあの話じゃないんだね。だからあの、その次の五行目のとこ見てください。知るべし諸仏の仏道にある核を待たざるなり。自分でもってははーん、いやよくね座禅ちょっと初めてした、これが座禅してみたら、その自分がいかにも本当にこの仏になったような気がしてって言ってね、あの気分をもう一遍味わいために味わいたいために一生懸命座禅するんだけど、その後さっぱりそうならないって言ってくる人よくいるね。こんなね結局
自分が座禅していい気分になった、いかにも仏になったような気がするっていうね、こんなのは自分の感覚の話だ、感覚近くの話で、そんなもんが標準でもって仏になったりならなかったりって、そんなあのもんじゃないんだ。なあの感覚近くの話ならね、温度と湿気の加減でどんなことでも考えんだから。でね、そんな俺の感覚近くの話を物差しにしてね、そして俺仏になった、仏に なれないっつって、のそういうようなその程度の言葉を言ってる人ばっかりでしょ。そうでないんだ。まあそのそういうの合格不合格の話でないんだ。事実やることなんだから。ほいでね、またこのこの一丁目のあのあれですね、左のページの5行目のとこ、ちょっと待ってください。三丁目だ。この三っていうページが書いてある。それの左の方のページ。法のためにあの五行目に、法のために法をするのみにあらず、真のために法をする意義あり。しゃあ無料なること忘るべからず、書いてあるね。要するに自分の思いを持ち出して、そしてその俺いい気分になったから仏だ、いい気分になれないから仏じゃないって、そんなようなね、もうそんな話じゃない。いかなるね、私の頭の中の概念的塊もこうみんな手放し手放しだよね。で頭で掴むことがないってことだ。シャワー法のために法をするのみにあらず、真のために法をする意義あり。しゃあ無料なること忘るべからずって、頭手放しっていうね、そのあれですね、すべてこう何か概念的なものをこう掴もうとしてんだ。いつでも我々頭でね、これを手放し手放しと、これがしゃあ無料なること、それが生命実物運転だ。本当の生命実物するっていうのはね、どういうことか。大概我々生命実物を生きていながら、俺はどうだとこうね、こうの余計なものを考えて掴んじゃう。それで実物から宙に浮くんだ。それを手放し手放しと、これがその生命実物運転、このしゃあ無料なることを忘るべからず。で普通だからね、その、私一番初めから言ってるけれど、の一っていう字は私はまあ気に食わない。一っていう字、一っていう字はこの女っていうのね、これまああの大体男の頭の中じゃいつでも女女って考えてる。この女女ってね、凡夫的思いだ。男にとってね、そのね凡夫的思いをこういかにもね保護でもって囲ってさ、そしてその凡夫的思いは外には出さないで、そしてその威厳威風をその外側にこうあの堂々とね、いや表してるっていう、そういう格好の字だもん。この記念の字そのものがあんまり気分良くない字だもん。ところがその今言うのはそうでない。そんなね、あのそういうまあ普通威厳に満ちて拝みたくなるようなお坊さんって言うけれど、こんなねみんな凡夫なんだ。どうせでただその凡夫的思いをその、外側にその保護で囲ってね、そしていかにもありがたそうに威厳に満ちたその格好して見せるっていう、このだから
他との兼ね合いでしてみせるっていうね、これはもう仏法でないんだ。この実際にだから本当にいうの「シャー無料なること忘るべからずで」このもし「保護」っていう字でね女を囲うつもりなら頭手放し手放しっていう保護で囲うな、囲わない、それが生命実物だ。でね、そのいやあの坊さんっていうとね、そういうその何ていうかね、威厳に満ちた格好をすることが坊主修行と思ってる人が多すぎるんだね。俺はそうだ、その、あれだ、いや私は決してね坊さんがねあのお葬式するの悪いとは決して思ってない。これお葬式っていうのはどうせね人間が死んだらその間もの、儀式をしてねそして弔うっていうことはこれどうしてもやらなきゃならない、そうでなかったら みんな気が済まないもの、だからやるのは当たり前いい大切だもん。そうすればその同志となる人間がね、例えば私みたいな普段着の格好の人間が出てきたんじゃ格好はつかないもの。いやこの間もねあのテレビで話したで、私大体この、このシャツね、これはねあの沢木老師がねあのあれだこれカシミヤのシャツだの沢木老師が買った当時で十何万円だか20万円ぐらいしてた、今だったらやっぱり何十万円するんじゃない。それところが沢木老師が亡くなった時に上司さんがねあの私のために何にもあの沢木老師のその形見として取っといちゃくれなかったけれど、そのあとはあの寒がりだからって言ってその沢木老師のシャツとそれから こういう衣だけ愛してくれたもんね。おかげさんで私シャツと衣は全く買ったことない。それでそのしかもあの何十万円するカシミヤっていうのね、私がねそんなにあのちょっと破れたからって捨てていいあの そんなことしたら名画が尽きるからね、だからまあ破れててもそんなにこう買えないで、それであのまあ新しいのはできるだけ取っといて長生きしてもまあこれ着られるっちゅうために取ってある。そういったところが この間も愛したらあの家内があのシャツ変えてったらどうだって言うけれど、まあこれでいいって、まあ寒いんでその着替えるのもめんどくさいからそのまんま出てった。そしてテレビ撮ってみて、後でもってあのうちテレビがないからだからまあその場でもってちょっと見せてもらおうって言って見せてもらってたら、なーにこのところこれだけ破れてんだわざわざだねってやった。あ、これはいけない。それで今日は見てくれ見てくれ新しいのおいでね、結局ねあれですね、まあ人前に出るっていう限りはねやっぱりそのくらいの配慮はあるべきだ。それ私みたいに普段着の男じゃ、例えば普段着の男でこのなんとかホッス振ってかしこまって、いいとかなんとか言ってやったところにこれはそのあの今度は破れてったらカッコつかないだからまあ私なんかどうせそういうあの同志のできる男じゃないけれど、しかしながらまただからその同志でもしようっていうためにはね、そのシャツ一つでも衣一つでも金のかかったものを着なきゃなんないんだから、それはお布施はたくさん張り込んでもらわなきゃ困るわしかしながらまた今度そういう上等 の衣を着ね、その上等のシャツ着たからって言って仏法が仏法になるわけじゃないことも事実だ。で結局の話ね、これあれですね、仏法っていうのは話別口なんだ。でじゃあ仏法として仏意義っていうのは何か、結局ねこの今度は五丁の
7行目見てください。この7行目2456仏意義の一宮を兼務するは人健康第一なり人生に来ないなりだろうね。それで仏意義の一宮をこの結局兼務するっていうのは今ここにあらしめるってことだ。仏意義を今ここにあらしめるものは人健康第一だ人生に来ないな。だからもうまあ私がいつも言うけど天地いっぱいということだ。ところがまたこの人健康大地とかあの天地いっぱいとかって言うとすぐまたみんなねその空間的広がりを考えるわけだ。空間事物の大きさ考えるわけね。そうじゃないんだ。その点またあのこの五丁の左のページの五行目見てください。人大地人健康の言句を三学千個と三時五時も思い巡らすべし広きにこそはとてやみぬること流れてのよ。要するに人健康とか人大地とかって言ってねあすぐ広いことからこう思うというねそういうその今言うそのあれだ比較の問題ねの他との兼ね合いの話じゃないんだから広く気にこそはとて闇ぬること流れだ。そして三時も五時もその思い巡らすべしだ。で結局どういうのかっていうとそのページの最後のところから次のページにぶつぶつそその同種する人健康の意義人大地の意義共に不造造を変解と三学すべしとあるね。結局ね変解不造造なるのみにはあらざるなりこれ行物一中の意義なり。つまりねあらかじめ変解っちゅうものがあってそしてそれを隠していないっていうのが変解不造造っていうんじゃないんだ。そうじゃないその行物意義というのはね結局頭手放してどこまでも生命実物するっていうねそれだけや。それが最も行物に行物一中の意義になりっていうのはね行物に的中した形だっていうことですね。つまりその変解不造造って言ったら普通はみんな変解っていうね一つ向こう側にまたものがあの世界があってそれが隠されていないってことを考えてるでしょ。そういうもんじゃないと今は私自身が頭手放しってねそれだけだ。だからその不造造も変解と三学しなきゃ。でしかもねさらに我々ねこの生命というと普通は生きることを思ってるわ。つまり生きることっていうのは死ぬことの裏側の生存だけ考えてるのね生命っていう。ところがねこれ生命っていう限りはね生と死とってこれ生と死が生じでもって初めて生命なんでねこれ単なるこれ生存あのこっちだけ考えたら生存だこの生存だけ考えてっちゃ間違いだ。でみんな生きるっていうと生命っていうと生理的生命考えてこれで生存的生命考えてでまた今私が生命運転っていうとねこれ生存競争にいかにうまく世当たりするかって、ね、もう諸生術世当たりばっかり考えてる。
仏法の話もいつの間にか世当たり諸世術の話になっていることが多すぎるもの。大概の坊さんの話聞いててね、それで美容話を伺いましたって言ってるけど、何あれしてみると仏法の話になっていないことが多すぎるね。というのはこの仏法の話になってるかなってないかってね、ただ世当たり諸世のこの生存だけの話、考えの話だけ言ってる場合ね、大概の人悟り開くとその世の中堂々と世当たりして生きることができるっていい話だって言って、まあその悟り一つでも世当たり の役立つ話だけ考えてるわけですね。それだったら、そういう悟りの話だったら仏法の話にならないんだ。仏法の話って言ったらね、生と死とって分かれる以前の生命っていうね、そういう話でなきゃならないんだから、いいお話っていうのはね、決して仏法の話じゃないもの。そのいい悪いの話じゃないんだから。それで今本当の生命っていうのは決して人間の生理的生命の話じゃない。それからその生存的生命の話じゃない。で今度ちょっと7章の2の9行目のとこだから、知るべしにこの右のページ7章の右のページの最後の左から2行目のところね、知るべし生じは仏道の安理なり、生じは仏家の長度なり、師や養子なり、名や名徳なり、故に諸仏はこの通則に命名なり、この養子に徳徳なりとありますね。これまあこの前読んだとこだけど、結局の話その大切なのはね、その生じ、生じそのものが仏道のね、その生活なんだ。それでその仏道のいわば日用品だね、の生じっていうこと、生きることだけが大切なんじゃないか、生きると同時に死ぬこともそれひっくるめて、生じひっくるめてその仏道のその日用品だ。で生じは仏家の長度なり、手回り道具だ。それで死や養子なりで、だから使うためにね必要な道具なんだ、生も死も。で名や名徳なり、だから明らかにしようとすれば明らかにできるの当たり前なの。ところが今の人たちね、みんな生じっていう話、死んでからどうなるんだろう、生きてるって一体何なのかって言うと、ホスト大概の人そんなことわかるもんかって、ね、それを当然と思ってんの。その生じ問題がねわからないのが当たり前と思ってる。それでだからそれがいかに今の時代が野蛮時代だかってよくわかるじゃない。その人間として生まれてきて、そして人間生命を生きていながら、生命っていうのは分からないのが当たり前とこう考えてる人間ばっかりなんだから、要するに今何て言ったって野蛮時代だって。私が毎度言うよ、俺決してねまだ人類の本当の人類らしいね生き方が始まった時代に入っちゃいないんだ、歴史以前だ。本当にこれ本当にね、これいや生じっていうのは分かるのが当たり前ですよっていうのはね言ってんの私が初めてじゃないんだから、ね、本当にこれ生じっていうのは分かってんのが当たり前だ、人間として生まれてきて生きてる限り。それで事実の私がそれじゃあおこがましいこと言ってるかというと、そうじゃない、ここに書いてあるもの、生じは仏家の長度なり、
庄司は仏道の安寺なり、庄司は仏家の長度なり、師や養子なりだと使うためにある道具だね。それで名や名徳なり、だから明らかにしようとすれば明らかになるってこういう。それを分かるもんかっちってのが方が間違いであるに決まってんだ。決して私が勝手なこと言ってんじゃないのがよくこれ分かるでしょ。それでね、結局今日の話のその了承達志の大道すでに活発するに古くよりの道種あると、この前のその話の続きなんです。つまり今日のところ了承達志の大道すでに活発するに古くよりの道種ある。これは性を了承っていうのは性を明瞭にする、明らかにする。だから達志っていうのは死に通達するっていう意味ですね。了承達志の大道すでに活発するに、活発っていうのはねこう谷が開け通じてる谷のことを勝つっていうで、活発だから四方が開けてる。古くよりの道種ありの、まあ、昔からその道種されているところがある。大正は庄司を真に任す、庄司を真に任す、庄司を道に任す、庄司を庄司に任す。だからこれ今日のところ大切なところだもの。いよいよその行物意義と、その行物の行物だね。それは何かっていうと庄司了承達志と、その了承達志の生命を生きる、それの話ですからね。よく見てください。その結局古くよりの道種あり、大正は庄司を真に任す、庄司を真に任す。結局ね、庄の時は庄の身に任せ、死の時は死の身に任せるっていうのね。これは普通はそうでない。庄の時はこのそれこそ我見満身貪欲で生きてるわ。それだから今度は一旦死ぬっちゅう段になると、これその今までこう登ってるだけは今度落ちなきゃなんないからね。これはまあ本当に奈落の底へ落っこっていくような思いするじゃない。いや今私つくづく同情するの、田中角栄さんね、あれがもうかわいそうだと思うよ。もうあれだけの人でも今頭働かなくなっちゃって、やる気は起こらないだろうと思うね。しかしだからやらなきゃんないっていうね。いやこ私も今度そうなんだ。 このね、27日にテレビのなんだ録画したんだ。まあそれが済んで前よかったんだけど、この今月の3月2日にねの晩からの熱が出ちゃって、これがまあ8度ぐらいの熱が3日間続いた。4日目にはもう7度台に起こる。だからまあこれ肺炎にはならないから、まあそのまま寝てるかしょうがないと思って、ところがその、まあ今度の風邪はひどかったね。1週間そんなに熱は高くないんですよね、7度5分ぐらい。それなのに足腰それから頭が痛いね。それが1週間ぶつ切り続いて、そして寝るだけはコンコンと寝ているわけだけれど、それでもこう痛くって、そしてあたようやっとあれ投函の日になって、その一応熱も平熱になって、でこう物心ついたわけなんだけど、それでも全く何が何だかわけわかんないほどこうやる気が何にもないの、起こらない。そこへ持ってってちょうどその10日の日にテレビで放送されたらしい。
こうしたらもうその朝からあった京都から来ましたあの大間から来ましたって言ってね、それで方々から人がやってきて、その庄司北師匠いただくと同時にちょっとお目にかからせてくださいって言ったって、こっちはそんなもうずっとこの騒ぎじゃないんで病気ですからって言ってね、みんな帰って帰ってます。そしたら午後早々になったら、今度あった郵便屋さんがその反響ありましたねって言ってバカに喜んで持ってきたのはこんなのドサッともうそしてあったそれがその次の日はまたこのこのくらいのダサッとその次の日はまたダサッと持ってきてって言ってね、その中で私自身は何にもやる気や何にもないとボーッとしてるそれでただその郵便物の山見て、そして泣きべそを書いて本当にその何にもする気のないところへこれぶどさっとさっててね、ほんであた部屋の中足の踏みつけ場所もないくらいに広がっちゃって、家内が一生懸命その上げてなんだかでやってるんだけれど、私ただそれ見てるだけでもって泣きべそを書いてでそこへ、俊足さんがもうそろそろ反響出たろうって言ってやってきたのが3日目なんだから反響出たろうな、もう その日から出てるわけそれで結局の話、俊足さんと松柏さん夫婦とじゃやってきて、あの3日目に片付けてくれるんだけど、もう足の踏み場がないくらいどうにもしょうがないんで、でこれじゃあイライラするだろうって言ってね、それで俊足さん向こう持ってってやるからって言って、みんな持ってってくれたんでほっとしたとにかく目の前になきゃねあれなんだけど、これやっぱりねあれですね、人間っていうのはいつでもやる気があると思ってたら大違いだもん、全くやる気のなくなるっていう時は出てくるな、そうするとそれにつけてもね、田中角栄さんは買えそうだな、私の場合は郵便物がこんなにどさっと来ただけでもって肩は済んでんだね。それでもって結局の話ね、どっちどう転んでも多い命って言うけど、あとは最後になったらね、勝手にしやがれ多い命だもん結局ね、人間最後死ぬ時はね、どうでも勝手にしやがれ多い命ですよ。だけれどね、生きてる限りは勝手にしやがれでことが済まない、それであれするわけだけど、結局はね、大切なのは今私がそういう気分になっちゃってるのは風のせいだ。でしかもね、これこの総選挙がね、控えてなきゃもっと気が楽なんですよ、これ控えてんだそれでそれもう丸2週間寝てんだ、これだからね、これそのイライラするの、その気わかるでしょイライラするんだけれど、それでもしかしながらとにかくこれ風の熱だ、風のおかげだっていうことだけだね。それでこれだから風なんとかしなくちゃって言ったってしょうがない。と結局ね、その場合どうするどうあるべきかっていうことだね。結局つくづく思うのに、結局私の生命力だけがあれだ、生命力がそのある限りやる以外ないっていうだけで、それ以上どうっていうことをね、どうしようって言ってどうなるもんじゃない。その風邪早く治さなくちゃって言ったってね、治らないもん治らないんだし、でやる気あんな起こんないもんないや起こんないんだし、やる気が起こってきたら起こないんだし、これもう生命力だけが頼りですよ。結局その生命力っていうのは二つに分かれる以前の実物だもん。結局その二つに分かれる以前の実物、この要するに私に根本的、私を根本的に生かしてるのはね、そういう二つに分かれる以前、生と死と分かれる以前の生命力が私は生かしてるんだし、だからそのそれに従って生きられる限りは生きるんだし、そのそれがさえも働かなくなった時には
どうでも勝手にしやがれ、お命でもって死んでいくのかしょうないんだ。これまあ、それがね、生や全期限、死や全期限だ。結局はそういうことですよ。それをあんまりこの生存だけに価値を置いてですね、こうしてどうしても最後の最後まで竹下も抑え抜いて俺はしてやってるそういう気分だったら辛かろうと思う。結局大切なのはね、この生は生に、まあ生死に、ま、心に任す、身に任す、心に任す、で生死を道に任す、仏道に任せることだ。で結局生死を生死に任すっていうの、これ生は生に任せ、死は死に任せる、何のことはない、本当に生命に任せるっていうことで、これが奇妙っていうんだね。この奇妙っていうのは命に帰るっていうんで、大切なのはいつでも命に帰ってること、帰るだけがこれ方向だ。この最後の最後まで世の中を俺の言うことにさせてみせるんだって田中角栄さんみたいじゃ本当につらかろうと。そうでないんだ、もうでもどうせね、おい命に任せるって言った時にね、一生南無仏戒以上仏道と、これ南無ってこうね、一つ奇妙した奇妙する気持ちになったら、そしたらもう仏道は乗じてるんです。これ仏道っていうと大変なね、とてつもない変わったことかと思うけど、そうでない、南無って一つ本気になってその生命の実物に帰るっていうね、その時にもう全て仏道を乗じてるんですよ。だから生死を生死に任す、この終始あるある、ここの時にあらずといえども行仏の意義、骨にとして行人するなり、このね、だから本当にナムがナムになった時だね、いやナムがナムになった時ってなかなかなれませんって、そうではないんだ、本当に今ナムって言ったらもうナムだ今座禅って言ったら座禅、生阿弥陀仏って言ったら生阿弥陀仏、これもう本当にナムって言ったらもう一瞬だもの。でその時に行仏の意義、骨にとして行人するなと、もう行事尽くしてるっていうの、仏道っていうのは本当に大したもんの、素晴らしいものっていうのはそういう意味で素晴らしい、ナムって言った時に全部が行人尽くし、し尽くしてる、同感として生死信心の終始速やかに弁行するなり、同感っていうのはね、始めも終わりもない、その円柱のね、こう始め終わりなしにこう輪になってるでしょ。でそのどれだけやって初めて終わりとして結果がこうなるっていうんじゃない。もう全く同感してナムって言った時にもう全て行事尽くしてる。同感として生死の信心速やかに弁行するなりで上弁する。上弁ってこういうね、出来上がっちゃったっていう、行人明人、これ合意の意にある。これ行人っていうと身に 行人する、それから心に明人するってことだ。この身にも心にもこう尽くしてる、これね、合意の意にあらずって、無理するんじゃないんだ、無理じゃないんだから、ただ南無って言ったその奇妙したってね、しょっちゅうみんなはなんとか俺の生存にうまく役立つようにってね、生存のためばっかり考えて外に向かってうろ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 してるわけだね。それを手放して今
障子ぐるみの生命に帰るって言ったら、もうその時にもう全てが成便してるんだね。で合意の意にあらずだ。で面頭、名頭人営に大事になりたい、ね、名頭人営っていうのはね、その自分の本当の頭、ね、をこう分かんないで、鏡の向こうの頭ね、あの鏡見て、あこの頭が俺の頭だなって言ってるっていうのはね、それは 名頭人営だ。それに大事ないっていう、こんないかにもね、影を持って買ったの本当の俺の頭だと思うっていうのはその迷いだ一応ね。ところが本当はね、その頭っていう形、それから髪の影っていうね形ね、これ両方ともね、あの、なんてことはね、本当は大空の雲みたいなもんで、こっち向こう側の影だけが雲みたいに頼りないもんかと思ってると大違いで、こっちの頭はもう本当は雲みたいなもんで足りないもんだもん。そのこっちの実物の頭と向こう側の影とってね、両方とも大違いかと思う。こっちは本当でこっちは影で嘘だと思ってると大違い。そうだね、そうでない、両方ともね頼りないね影みたいなもんだもん。だから本当は2つに分かれる以前っていうね、生命の実物って言ってたから言ったらもうそうですよ。そのこっち側だけは本当で向こう側は嘘ってんじゃない、向こうもこっち側も2つに分かれる以前っていうところが本物なんだから。それでそういうんだから、その決して似てるって言わないで大事ないってね、その似る似ないにの名語2つに分かれる以前だ。それで大事なり、エコー変象に一のなり、これもね外に向かってね、みんなあの当てを一生懸命求めてるわ。ところが今はそうでない、自己切りの自己としてね照らすっていう、これがエコー変象ですね。つまりのここで言うの大切なのは、二つに分かれる以前の生命実物ですよ。それだからね、その迷いでもない悟りでもないんだ。悟りと迷いと分かれる以前の、そこへ帰るんだからね。二つに分かれる以前のところにエコー変証するんだし、でそういう名状、有名の名は行物に未輪なり、この二つに分かれる以前のところをこそをはっきりさせなきゃならない。今言う本当の生命力、私の働いている生命そのものに任せるというね、これが名状有名だ。それでそれが行物に未輪ないって、この行物っていうね、今やるっていう中にこの未輪っていうのはね、作るを収めるっていうことですね。この未っていうのは、未亡っていうのはそのこう作ることみたいな、未っていう、だから輪は競輪の輪で、全ての意図をこう収めるっていう意味です。だから要するに行物っていう中にそのあらゆる名状有名の名がちゃんと収まってるっていうこと、今実物するっていう中に実物はちゃんと収まってる、これ行主に一任せる、これだからこれただ行ずるだけに任せてる、この人人の道理すべらからく真を参求すべきなり。でこの人人の道理すべからく真を参求すべきなりって、結局ね、そのそういう人人っていうけどね、生死に任すとか、その業種に一任せりとかっていう今言ってきたよ、その人人だ。任すっていうのは一体何かっていうと、すべからく真を参求すべきなりって、これ結局は自身だ、自身ってこれですよ。
今言うようにね、その全てね、自分が生き、まあこれもいつも私が言うけど、私が生きているということはあらゆる世界を生命体験しながら生きてるわけだね。からあらゆるものは私に生命体験されるところにある。それでだから自分と世界とっていうのはこれ2つじゃないんだね。でそれをしかしながら今そういう生命を直接的に生きてるのは今自身だ。だからねこれ真を探求すべし。でこれだから私が直接的に生きてんだから私が奇妙って言って命に帰るっていうね、その態度、その時に全てが成便するわけだ。ナムって言ったと一生ナム仏海異常仏道だ。で三級、その三級の仏には万海これ真の明白なりだ。その三級における仏にっていうのは不動弱のところっていうことね、動かしようのないところはっていうこと。それは万海っていうのは一切万法のことです。万法は真に明白なりだ、この自身に明白なんだ。結局全てのものはその世界は私が生きてる中に全てのものがあるんだからね。私が生きているっちゅうことにおいて全てのものがある。から全てのものはっていうと私に生命体験されながらある。それ二つは一つだもの。そして結局自身に明白なりと、この私がその直接的に生きてる。で真言無別法っていうのはだから、この本当に私の生きるということを置いて、そして世界存在があるわけじゃないんだから、私が生きると同時に世界存在がある。三害は真の大客なりと治療し演習する。この三害ってあらゆる世界はね、この結局この 自身ですね、自身のこう形が変わって現れてるわけだね。これまあもう何十年も前に読んだ哲学の本の言葉を思い出すとだ、フィヒテってやつが何て言うんだ、自我とそれから非我っていうのを言ってる。非我だ。何世界っていうものはね、自分っていう形じゃない形で現れた自分なんだ。で三害これ真の大客だ、大いに隔てるっていうけど、ちょっと自身が変わった形で出てるんだね。でこの地球へしゅさらに万法なりといえども、だってまあ全て自身がそういうふうに現れてんだって、その地球しへしゅするっていうこともこれ一つの万法じゃある。しかしながらその万法をまた直接に生きてるのは自身だ。で自己の家境を凝集せる当人の格形を弁ぜなりと、これ結局当人がの格形がすなわちこれそれなんだっていうことね。これまあ言葉のその、あやで言いますが、当人の格形を弁ぜなりと、当人がの格形がすなわちこれなんだっていうことだ。聞かれば口中止息し権下愚行する、再造朗録それ波状に余れる波状あり、法行に余れる法行あり。権下愚行するっていうのはね、言葉の外にね何かこう良いものを求めるってことだ。それから苦中主則っていうのは権苦の中に法則を発見しようとするってことね。で苦中主則し権下愚行するって結局の話ね、頭で精一杯ね努力して頭働かせることは働かせるべきだっていうことだ。結局は我々頭一生懸命働かせなきゃ、頭働かせないでそれでことは済むことはないんだね。できるだけ頭は働かせるべきですよ。
だけれど結局頭でもって全てがことが済むってことじゃないんだってことを頭働かしてた。それで全てが頭でことが済むんじゃないんだってことだけ頭で知らなきゃ。ところが今のやつはね、みんなそれだけ頭働かしてないからバカだっていうの。いや本当にね、頭せっかくなら働かせんなら俺の頭が働かないところがあるんだっていうことを知るまで頭働かせなきゃ。だから再造牢獄っていうのはね、繰り返し繰り返しこう、あの牢獄っていうのはこう水中でねこう、夜投げることだね。そしてそれ波状に編まれる波状あり、方形に編まれる方形あり。頭でね精一杯努力して働かしてみて、それでだ頭で掴みきれるものじゃないってことを知ること、あるいは手放して手放しきれるもんじゃないってことを知ることだ。それが波状に編まれる波状あり、方形に編まれる方形あり。本当にねそれは生命ってやつはね、頭でそれは届くはずはないんだから。いやみんなその今の人間